西野智笠は、日本の元フィギュアスケート選手。世界ジュニア選手権5位。2007年ジュニアグランプリファイナル3位。武蔵野中学校、高等学校卒。明治大学政治経済学部卒。大阪府に生まれ。お風呂場に氷を張り、遊んだことからスケートをしたいと強く思うようになり5歳から、スケートを始める。もともとやりたがっていたのは、 スピードスケートだったが、母の勧めで、フィギュアスケートをすることになった。好きな色はオレンジ。憧れのスケーターは、荒川静香。小学5年で、ルッツとフリップを習得し、小学6年までにアクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛べるようになり、天才少女と呼ばれた。中でもルッツが得意。ただし、 フリップではアウトサイドで踏み切る癖があり、エラーエッジ判定を受けることがある。ジャンプ以外の要素においても高い評価を受けており、スピン、スパイラルでは、複数のレベル4判定を受けている。また声の加点も多くつけられている。1998年より新松戸アイスアリーナの、岡島工二に指示し、リンク閉鎖後は明治神宮外苑アイススケート場に、練習拠点を移す。 2004から2005シーズンの全日本のオービス選手権 B クラスで優勝2005から2006シーズンの全日本のオービス選手権 A クラスで2位翌2006から2007シーズンの全日本のオービス選手権 A クラスで優勝2007から2008シーズンからジュニアに上がるとアジア杯ジュニアクラス ISU ジュニアグランプリタリン杯。 JGP ジョンカリー記念と立て続けに優勝。JGP ファイナルでは3位となった。全日本ジュニア選手権では2位となり、全日本選手権にも出場した。世界ジュニア選手権では5位となった。2008から2009シーズンは振付をローリー・ニコルに依頼し、さらなる飛躍が期待されたが成績は振るわず、世界ジュニア選手権代表の座も逃した。 2010から2011シーズンからは、岡島康治、樋口豊良コーチに指導を仰ぎ、JGP ブラショフ坂で7位、JGP ジョンカリー記念で3位入賞。また全日本選手権では、SP6 位、FS7 位で、総合6位に入賞し、世界ジュニア選手権の代表に選出された。2015から2016シーズン、東日本選手権で3連覇。 全日本選手権では SP での失敗が響き21位と出遅れた。しかし FS では点倒なくジャンプをまとめ18位に順位を上げた。年明け1月に開催されたインカレでは史上初の4連覇を果たし17年間のスケート人生を優秀の美で飾った。ABCDEF フィギュアスケート選手名館2006新書館2005年12月。 P29 キャラクターブック2008-2009 P62 西野有機公式サイトハット AB 日本女子フィギュアスケートキャラクターブック2008-2009マガジンハウス2008年10月 P63 斉藤隆子編フィギュアスケート07-08シーズンフラッシュバック実業の日本車2008年3月 P39AB 西野友傘公式サイト、プロフィールハット、優秀の美西野 V4。明大スポーツ新聞部。2020年7月14日閲覧。スケートがなかったら、今の自分はいない。西野友傘引退インタビュー。明大スポーツ新聞部。2020年7月14日閲覧。フィギュアスケートデイズプラス2008から2009。 女子シングル特本ダイエックス出版2008年9月 P44 フィギュアスケート日本女子ファンブック2009奏者2008年12月 P79 ありがとうございます